エリアスのペイントが施されたボート。2007年。エリアス小さなレスキューンは、1999年にノルウェーで発表された絵本作品、およびこれを原作とする CG アニメーション作品である。コージーワンでレスキューンとして活躍する主人公、エリアスとその仲間たちの日常を描く。エリアスは、ノルウェー海上レスキュー隊の公式マスコットでもある。 アニメーション版は 3DCG で制作されている。2005年にノルウェーのテレビ局 TV に似てテレビシリーズとして放送され、2006年度国際エミー賞にノミネート2008年に第2シリーズが放送された。日本国内では制作委員会に名を連ねる BES 日テレを筆頭に独立 UHF 局やキッズステーションなどで2シリーズ分まとめて放送されており、 2010年9月には厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財に選定された。なお、この作品は DVD 化されており、日本国内での購入やレンタルが可能である。また、日本の長編作品がそれぞれ2007年と2010年に公開されたが、いずれも日本未上陸である。2014年にはキャラクターデザインを一新した新シリーズが、 放送開始、2017年にはその長編、アンカーズアップが公開された。日本では長編のみ、レスキュー戦エリアスと海で働く、仲間たちのタイトルで2018年に DVD がリリースされているが、声優陣は全て変更されている。声は日本語版、テレビアニメにおける吹き替えキャスト、救命チームエリアス製、福田崎、松本里香主人公のレスキュー戦。 レスキューボートスクールを卒業したばかりで、体は小さいが、元気いっぱい。ヘリナー5位ニ位子、福の愛エリアスと同じ救命チームに所属する、ヘリコプター。ちょっと高飛車なところがある。スイフティー越え、石井花エリアスと同じ救命チームに所属するゴム製、救命ボート、いたずら好き。漁船スマッキー越え、ゴーダホズミコージーワンで、底引き網漁を行っている、ベテラン漁船。 のんびりした性格。トローラー製、岩崎進み、菊池康弘スマッキーと同じく底編み引き漁船であるが、こちらは最新鋭の大型船である。お金儲けが大好き。アンクル製不明ネフュー超え、前田強常に行動を共にする兄弟。赤がアンクル、黄色がネフュー。アーサー製、松山隆スマッキーをよくからかう老船。 ペデロ・ゴンザレス・スペイン出身の木造船で、トローラーの肉気ライバル。妹がいる。シニアを落ち着いた性格のベテラン漁船。見習いの息子・ジュニアがいる。リブートシリーズでは、ボディが小柄で、シンプルなデザインとなっている。クルーザー・クルーザー・クール・キャット号を超え、セイン・カミュ、その名の通り、クルーザー。漁村に近いリッチ、フィヨルドという豪邸で暮らしている。 楽天家で遊ぶのが大好き。ロッキー・ガブリエルセ,セイン参戦生、前田強しクルーザーのいとこ。クルーザーと似たような性格だが、常に電職を身にまとっている。リブートシリーズでは、正反対の落ち着いたボディになっているがキザな性格は、健在。チャギナゴエ、池沢春名次郎とピンクのクルーザー。よく港に遊びに来る。チャギー星、内藤霊木造クルーザー。 魚村クレーニー生を、小平静香、加藤ゆかコージーワンのクレーン。力持ちで、仕事熱心。ジョビアル声、下崎博士シルード生、伊関ヨ子センチメンタル語カ海野田由紀三人ともに、コージーワンのボートハウス。名前が、それぞれの性格を表している。三人でコーラスをするのが趣味。リブートシリーズでは三人とも人格がなくなっている。フィッシュストア生。 木内秀信スマッキーたちが獲った魚などを売る魚や、ラップを歌うのが趣味。リブートシリーズでは建物そのものがなくなっている。ゴリアテ星、松山隆志、コージーワンのドックにあるガントリークレーン。エリアスたちにとっては、お医者さんのような存在。東大ビッグブリンキー星、連学大、高橋沈年、コージーワンに浮かぶ小島にある東大。エリアスたちの良き相談相手でもある。 ふもとの重力式鉄道を走るトロッコカーティーに、日用品の受け取りを任せている。リトルブリンキー正解の電域入り江に佇たずむ寡黙な、小型灯台。カモメガル星、石橋ミカスマッキーと、よく一緒にいるカモメ。語尾に、ガルをつける。金槌。ビッグベイロッキーガブリエル船二生成王の厚し、傲慢な豪華客船。ビッグベイのコンテナポートのオーナーだったが、 ロイヤルハーバーを絡んだ悪行により、追放されてしまった。日本語吹き替え版では戦術のクルーザーのいとことの、混同を避けるため、リチャードと呼ばれている。スベリーナ越え、平田エリココンテナポートで働く親切な貨物船。シーナス越え、高坂厚しメガネをかけた謙虚な調査船。先端に取り付けられたコンピュータやアームで、実験やゲーム、メガネの調整を行う。 ガンパウダー製マイナス円。先見え幻覚で短気な軍艦の女性。ウーノ性、前田剛しドゥエ性、下崎博史氏、トゥレコエ、木内秀信騒がしいパパラッチのトリゴムボートの船体にはカメラやマイクが備え付けられている。ロイヤルハーバーロイヤルヨット王星。岩崎進人ノルウェーの王。行方不明の娘を探すためこっそりと長旅に出て、 いたが、無事再会を果たした。プリンセス・ボード・姫子へシシド・ルミオーの娘。一時期行方不明になっており、父親を覗き見ながらすでに沈んだと思われていた。副長官、ホフ,フ・フランス出身の小型船。王室の内情を漏らさないよう努めている。万帝特英国出身の警備艇片眼鏡をかけている。その他警備艇定期連絡船。 コージーワンの警備をする船。毎朝帝国にホーンを鳴らす。夫を聖高岡便へませ、ちぎり京古ドイツから来た観光船の夫婦。北極のクイーンコージーワン付近の漁村を近代的な巨峰で潰し、そこに眠る宝物を独り占めしようとする貪欲な船。船体はウルスタイン社製の X バーウ型。ティッピー越え、川端潮織クイーンの小型潜水艇。 命令でエリアスをスパイしているうちに仲良くなり、彼と共に救命チームで働くことを決めた。フィアレスかつてコージーワンで働いていた伝説のレスキュー船。その名の通りとても勇敢な性格だった。モデルはノルウェー海上レスキュー隊の1号船、コリン・アーチャー号。40年間の現役時代に236人の人間と1522隻の船を救出した後、 博物館にて生体保存されていたが、2013年の館内での小規模な火災をきっかけに、胴体復帰に向けた修復が行われ、2014年に完成。レースにも出場した。オープニングテーマ、ようこそ、歌。エイジアエンジニアエンディングテーマ、みんなの歌歌。エイジアエンジニア第1シリーズ第2、シリーズ特別企画全話数が奇数であるのに対し、 日本では1日にはの放送だったため、下記の日本オリジナル企画が穴埋めとして放送された。ありがとうございます。